武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年も始まりました。自宅でオンラインの指導も受けることができます。詳細は概要欄から。武田塾教務長の中森です。武田塾教務部英語科課長の森田です。森田先生、はい、今回はですね、東京外国語大学、はい、来ましたね。はい、武田塾チャンネル。正直やっぱ英語難しい大学ってイメージあると思うんですけど、はい、どうむずいのかみたいな。そうですね、はい、まあ本当に英語が得意じゃなきゃダメです。なるほど。じゃあ早速ここ見ていきたいと思うんですが、はい、時間が150分、はい、で大問6個で、しかもリスニングが3台。そうですね、というなかなか鬼の構成ですけど、はい、ですね、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、でまあ外国語大学なんですが、はい、まあ、まず一つ言っておきたいのが、はい、きちんと大学のホームページ見ましょうっていうですね。なるほど、はい、ここまで採点基準まではっきり出して、こういう点のが欠けていれば何点とまで乗っけてくれるところはないので、はい、ぜひですね見てほしいと思います。赤本だけじゃなくて、情報重要だと。はい、そうですね、採点できる大学です、はい、記述も素晴らしい、はい、で早速問題を見ていくと、まあ、大問1の長文がめっちゃ長いっていう、はいはい、結構長めですね、はい、で、まあ、日本語説明問題ですね。そうですね、基本すべて説明問題が出てきますね、はい、これ難易度はどうでしょうか。いや大変だと思います。なるほど。いや最初はまあ読みやすいかなと思って、はい、そっとこう読んでったんですけど、はい、読みやすいところと読みにくいところが結構分かれててですね、読みにくいところが説問になってます。なるほど。受験生が分かんないところ分かってますね。あ、なかなか難しい、まあ、単語ももう容赦ないですね、はい、本当に固有名詞にしか宙ついてなかったですけど、うん、それはなんか それを知ってるという前提には立てない感じですか。そうだと思いますね。これまあ確かに読んでって論理的に読めば、まあ推測できなくはないかなっていう感じですね、はい、でこれ40字説明多いじゃないですか、結構今回、はいはい、そうですね、40字は字数的には割とこれちょうどいいんですか、それとも長すぎる短すぎるあります。あ、これやっぱちょうどよく作ってます。これもあの模範解答ちゃんと37とかですね、はい、なるほど。きちんと入ってて、はい、ちょっとでも分かりづらいですね。はい、ここを使えばいいのとか、はい、それともこれまとめてこうやっても言えるんじゃない、はい、もっと具体的にしてこうでもいいんじゃないのとかって思うんですけど、はい、そういうことも書いてあります。なるほど。あの SNS のところは、はい、はインスタグラムでも OK とかですね。なるほど。詳しく書いてあります。すごい。では続いて大問2、はい、これはなんか空所に単語を選ぶ問題ですが、はいはい、そうですね、まあ、全部の中で一番簡単な大問だと思います、うんうんうん、きちんと ING 系とか ED 系が分かっていればいけるかなって感じです。なるほど。あれでもこれも入るんじゃないみたいなのも確かにありますね、はい、でもそれが選択肢が減っていくと分かります。あ、もうこれしか、ここでこれ使ったからもうこれしかないなっていう風になる感じですね。入れられるとこから入れていけばOK です。悩んじゃわないことが大事だと思います、この1個で。ただ重要なのは当然1つでも間違えたらもうずれるというか、そいつはもう使えないので、はい、そこがポイントですね。あ、文法語法でやるとこいつでもこいつでもいい、でも意味でやるとこいつっていう風になるん でそれ逆のものを入れちゃうともう自動的にもう片方間違っちゃいますから。なるほど。そこが厄介ですね。なるほど。やっぱ一筋縄でいかないできてるんですね。そうですね。ただここが一番レベルが低いので、で点数も40点ありますので、はい、ぜひ取ってほしいって感じですね。なるほど。では続いて大問3ですが、こちら文挿入、ね、はい、そうですね、はい。練習しておくことが必要ですね。これも過去問のやり込みってことですか。ですね。まあ他のいろんな文挿入をやってもいいんですけど、はい、いけるかな、これ楽勝じゃないのと思いきや、そうはいかないっていう、はい。なるほど。間違えるようにできてますね。一見するとなんか全然違う文章だらけなんでいけそうな気がしますよね。そうなんですよ、一見すると全然違うし、はい、トピックも違ってこれいけんじゃないかなと思うんですが、はい、一筋縄ではいかないです。なるほど。いろんなところにトラップが用意されてますできちんと文法も考えた方がいいです。そうすると文法上こいつ絶対無理だろうっていう風になったりするんですよね、はい、それは考えられてます。空所の位置で分かるんですね。意味上の主語を考えた場合に、はい、まあ、今回だったら大人と子供が出てるんですけど、はい、両親側じゃないとここ入らないでしょうとか、うん、これは子供側じゃないとおかしいでしょっていうのが用意されています。なるほど。そこを無視してですね、これ文中にあるんですよ、この線空欄の部分が、はい、その文の中身ですね、その空欄外の部分を無視すると間違えるようにできています。なるほど。
これはいい問題だと思いました。すごいなと思って、ここを無視して読んでっちゃうと完全に間違えるようにできてます、はい、なるほど。やっぱちゃんと分かってないと解けないようになってるんですね。そうですね、はい、いやこれはよくできてるなと思う。東大とはまた違った難しさの文章読みですね、はい、では続いてリスニングなんですが、はい、今回リスニングは、まあ、あの表紙に時間書いてあって11時開始の20分ぐらいで終わるよっていう、はい、そうですね、入試開始から1時間後ぐらいですかねに20分やるよっていうことなんですけど、ね、大体 2,30 分ぐらいって言われてますね、はいはい、なるほど。今回のリスニングは、まあ、大問4、5、6ときましたから大問4がまずは、そうですね、選択式ですかね、はい、はい、そうなんですが、まあポイントとしてはですね、はい、1回しか流れないっていうのがポイントですので、これ先に読んでおかなきゃいけないってことですね。そうです、はい、なので先に絶対に読んでおかないといけません。ポンポン答えが出てきちゃいます、はい、厄介です。難易度的にはどうですか。難易度的には、まあ、難しくはないんですよ大して、はい、ただやっぱ聞き逃しが目立つだろうなっていう感じですね。で選択肢も引っ掛けられる引っ掛けるように出てます。ちゃんと他の部分に出てくる単語が散りばめられているので、はい、まだケンブリッジ英検みたいな感じなんですよ。もう出題形式といい、まあ、内容自体はもう英語が聞こえることがもう大前提ですね、はい、本当に、ただし記憶に残せない、まあ、具体的な数字とか固有名詞とかバンバン出るので、はい、やはりちゃんと先に読んでおいて答え出てきたらもう逃さず解いていくっていうのが大事ですね、はい、なるほど。では続いて大問5ですね、はい、こちらが、はい、こちらも内容1のリスニングになりますね、はい、先ほどのものよりはちょっと抽象的にはなるんですけど、うん、それでもきちんと論理的に聞けてればそこまで難しくないですね、はい、これも1回しか流してくれないですね。そうです、1回しか流してくれないです、はい、この NPR っていうとこから出てたんですけど、はい、まあ、実際のやつを聞きましたけどリスニングで、はい、多分聞き逃してもあおそらくこれだろうなっていうふうに判断できます。はい、分かりました。では最後、はい、まあ、なんかこうすごい特徴的ですが、そうですね、大問6、はい、聞いた上で200字程度の英語で要約し、はい、そうですね、かつ、あなたの意見を200字の英語で書くっていう、はい、その通りです。もう聞けないと英作すらできないっていうですねそれはただでさえ200字2回書かなきゃいけないのにって話ですね、はい、完全に記憶残さないといけないですからね、はい、きちんとメモ取りが必要になってくるところなんですけども、はい、昔はですね、空欄があったんですよ、はい、空欄がいろいろあってそこに埋めながらメモみたいな感じにしてって、はい、それでそれを元に要約したり英作書いたりなんですが、はい、その穴埋め形式ではなくなったんで穴を埋めるものじゃなくてもうただスライドがあるだけですね、はい、でこのスライドは私実際の映像を見てきたんですけど、はい、全然違うスライドでした。なるほど、ま、いわゆる英作この要約を書きやすいように用意してくれてます外大側がなるほど。なのでこれを元にうまくメモを取っててくださいって感じですね、うん、これもやっぱりその外大の方で出題意図みたいなものははい、出てますね、はい、一応。あ、ただリスニングの方はそこまでトフルの採点基準が載ってます。なるほど、ボンと貼られて、はいはい、なんでちょっとうってなると思います。そこだけ貼られてもみたいななるほど、今回の問題は結構厄介だったと思いますね、はい、まあ本当に英語は得意で聞き取れる人だったら分かります。ただ全く分からない人は本当に分からないです。これはやっぱ過去問鳴らしていくしかないですかね。そうですね、こういった形のやつはそうですね、はい、あと普段からまあリスニングメモを取るとかですね、はい、トフルとかやってますとかっていう人は有利だったかもしれないなって思いますね、まあ、メモの技術は1回しか読まないの2つあるようにもう1個は英作文長いのってことなんで。そうですね、ちょっとしばらくの間ちょっと記憶を置いとけないときついってことですね。そうですね、これ完全に論理的に記憶してはっきり分かってないとできないですね、はい、なるほど。これ要対策っていう。そうですね、ということで、まあ、大問6を見てきましたが、でもやっぱ受験生は、はい、まあ、普段からきちんと英語聞いてないとダメですね。海外の英語の教材ですね、オンラインのを聞いてほしいなっていうのはありますね、はい、そういう題材が多いですね。例えばそれなんか参考にした方がいいものとかってあったりします？いろいろあります。 BBC Learning English とかですね、はい、いろいろ VOA とかですね、 Voice of America とかですね、はい、いろんな英語を学ぶ外国人が英語を学ぶための海外のサイトっていっぱいあるんで、はい、そういうのから出題されているのも結構多いので、はい、ぜひそういうのはですね、ぜひチェックしてほしいですね。はい、ということで、まあ、一筋縄ではいかない、はい、難易度高い英語ということでした。ありがとうございます。今回は以上です。武田塾公式アプリ Zoom 武田のアンドロイド版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。